辻尾スタジオの微風ゾーン。こんばんは、辻尾スタジオの微風ゾーンです。これを初めて、微風ゾーンの YouTube で初めて、4回目なんですけど、最初の目標として1ヶ月に4回更新するっていうのを、目安に、してきたんですが、今回でそれがちょっと達成できたかなという4回目で、ほっとしているんですけど、いつ更新しようかなというのもあって、同じ時間の方がいいんだろうなというのは感じているので、一旦、土曜日の夜、時間まではちょっと分かんないんですけど、土曜日の夜に更新できたらなと思うので、今後それを目安に微風ゾーンを訪れてくれたら、嬉しいなと思いますので、引き続きよろしくお願いします。で、今日はこの手に持ってるこのドキドキゴリラっていう、おもちゃがあるんですけど、これ城崎温泉に遊びに行った時に、射的をしたんですけど、その景品としてもらって、なんかね、可愛いんですよね。このパッケージのこのブラジル感のあるこの、色、それからラスタカラーっていうのかな、ブラジル感もそうやし、なんかこのラスタカラーのなんかちょっとダサい色とか、そのなんかこのゴリラを飛ばすのは誰だみたいなキャッチコピー、ここに書いてあるんですけど、なんかもう俺やっていう雰囲気に、気持ちにさせてくれるこのキャッチコピーとかね、なんかそんな感じでちょっと好きなので、これをちょっと遊びながら喋、ろうと思います。じゃあちょっと開けてみます。そしたら開けてみようかなと思うんですけど、これ本当にまあチープな作りで、かなり景品感が強いんですけど、なんかね、このカラーリングといい、なんでゴリラがこう飛ばされなくてはいけないのかっていうね、物語に思いを馳せて見ることができるところとか、いろいろ考えさせられる名品なんですよね。黒ひげとかやったらね、なんかこう海賊でさ、悪いことして、でなんかそれの罰をね受けてるみたいな、まあ言ったらちょっと自業自得みたいなとこあると思うんですけど、このゴリラはね、多分なんか冤罪ですよね。この顔つき的に、なんかこう顔つき的に不器用そうな顔してるんで、やってない罪に問われてね、今こうやって拷問を受けてるんやと思ったら、ちょっとかわいそうと思ったりね。あとはまあ、なんかこの顔が結構なんか楽しそうでにも見えたりするんで、案外こういうのが好きな人なのかもしれないですね。ゴリラって知能が高いってね、よく聞くので、もしかしたらもうそういう遊びを知っているのかもしれないですね。なかなかこう、うわっ、ゴリラ急やな。これね、最初全然うまくいかなかったんですけど、今みたいにちゃんと遊べるようになって非常にいいんですよね。ゴリラ飛ばすのは誰だっていうことで、7月1日あと1週間後ぐらいですかね、で神戸で音波飛ばという音楽バーがあるんですけど、そこの大五郎さんっていう方には本当にうわめちゃくちゃお世話になっていまして、で
その、またお声掛けいただいて、久しぶりに、臨海店っていうもう一個あのライブハウスの方でライブさせていただくこと多かったんですけど、最近は、音波止場の方で、トラックメーカーの人を集めてイベントするっていうのをゲストに呼んでいただいたので、ちょっとあの7月1日は、神戸の音波止場にお越しいただいて、ライブ聞いてくれたらどうでしょうというお誘いなんですけど、8時から24時だったと思います夜ので、詳しくは今ここの上に上げてる、フライヤーなんかどっかこの辺にポンと上がってフライヤー見てほしいんですけど、僕の出番は割とというか最初らしいですので、もしも見ていただきたいなと思っている方いらっしゃったら、8時に来ていただけたらライブ間に合いますので、ぜひライブお越しください。じゃあ後半いきます。そしたら後半喋っていこうと思います。好きな店がこう急になくなるような時ってあるじゃないですか。昔元町の中華街に楽園酒家っていう大好きなお粥を出す、お粥が有名な中華料理屋さんがあったんですけど、そこがなくなってしまって、もう10年以上経つかもしれないんですけどね、未だにその店のこと思い出して、また行きたかったなって思ったりするんですけど、なんかまだこうその店のおかゆの味っていうのをもう完璧に口で覚えてて、他でちょっと食べてもなかなか満足できないんですよね。そういうチェーン店とかじゃない、個人のそういうレストランで、そういう喪失感を味わうっていうのはわかるんですけど、この間ね、っていうか今日なんですけど、スターバックスに行って、で僕コーヒーが実は飲めないんですけど、そんな自分でも楽しくっていうかめっちゃ美味しく飲めるほうじ茶、クラシックほうじ茶ティーラテっていう、そういうやつがあるんですけど、それ今日もほんま飲みたくなって、それ注文したら、もう終わったんですって言われて、もう一瞬5秒ぐらいスタバの注文するとこで佇んでしまうぐらいちょっとショックで、なかなかそういう自分にこうぴったり合うようなそのほうじ茶のなんか美味しい飲み物みたいなのねなくて、今どうしようって途方に暮れてるんですよね。美味しかったな。なんかクリームでラテなんでこう甘くしてあるんですけど、最初下にこう沈殿してて、で混ざらなかったらこうクリーム層とほうじ茶層と2層に分かれてて、でそのクリーム層の方にストローがこうザクッと刺さってるわけですよね、最初下やから。でまずね、この混ぜずにそこだけをこう飲むと、もうむっちゃこの甘いクリームが直接こう脳天をぶち抜くんですよね。そこで一回脳がグラグラって揺れて、うわ甘ーってなって、甘いうまーってなって、もうそれでもうちょっと一瞬疲れがねスーッとね飛んでいくようなね、なんかそういう楽しみがあって、でその後綺麗に混ぜて、でちょうどいい味にして飲んでね、めっちゃ幸せやったんですけどね。なんかね、またいいのを探したらねいいと思うんですけど、残念やったなという話ですね。おやすみなさい。